ちらはネクスコ東日本です。午後6時25分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに関越道を新潟方面へ向かわれる方にお知らせします。雪のため水上インターから長岡ジャンクションまでの区間では冬のタイヤなどによる滑り止めが必要です。引き続き上信越道を上越方面へ走行中の方にお知らせします。雪のため146キロポスト付近の信州中野インターから202キロポスト付近の上越ジャンクションまでの区間では冬のタイヤなどによる滑り止めが必要です。ハイウェイラジオ上信越道富岡よりお伝えしました。あなたに実装がいい。ネクスコ東日本。